よし、ええ、やるよ。任せてくれ。全力で行かせてもらいます。やっ、さてと。全然。はい。エニグマ駆動。さてと。エニグマ駆動。さあ、かかってきなさい。よし。俺の番だな。電磁ネット投射。え、さてと、無駄だよ。行くぞ。行きます。そこ。私の番ね。今だ。クロスミラージュ。さてと、任せてくれ。やっと。さてと、せい。私の番ですね。やあ。これがみんなの力ですね。さあ、とっとと終わらせよう。
行くよ。結局車を使わないでここまで歩いてきちゃったな。まあ景色も綺麗だったしいいんじゃないかしら。そうですね。ちょっと残念かも。やれやれ、こんなに歩かされる部署だとは思わなかったな。ところであっちにも道が続いてるけど何があるんだい？ああ、ローゼンベルク工房さん。ちょっといわくつきの人形師がいらっしゃるんだけど。へえ、あの知る人ぞ知る人形工房か。そういえば例のオークションで本当は出品される予定だったっけ？ああ、そんなこともあったな。結局あれが誰の仕業か未だ明らかになっていない。もう蓮はいないけど、ちょっと様子を見に行こうか。やっと！みんなチャンスよ！よし！私の番ね。エニグマ、駆動。さてと。よし。俺の番だな。えいはやこれがみんなの力ですね。せいや、えいでや、Thank you.
と。主を入れるつもりはない。いかに十三工房の統括者といえ立ち入る権利はないはずだ。まあいいだろう。あれはナンバー15の所有物、もとより取り上げるつもりはないさ。しかしマイスター、データは一通り渡してもらうよ。それがあのお方のご意志でもあるのだからね。ふん、お主に言われるまでもない。本当に仲が悪いな。博士も嫌われていると分かっててわざわざ尋ねなきゃいいのに。何を言ってるのかね。私とマイスターは窮地の中、特に人形作りに関しては固い師弟の絆で結ばれているんだからね。ざれ事はやめるがいい。所詮わしの技術など結社にしてみれば古臭いもの。お主の統合理論があればわしに耐える必要などあるまい。ご謙遜を。こと人形の調整にかけてマイスターの右に出る人間なんてこの世に存在しないさ。ああ、でもパテルマテルにつけたあの回路だけはいただけないね。あれじゃせっかくの殲滅天使のポテンシャルが無駄になってしまうじゃないか。この下道が。すみません。あれ、お客さんみたいだね。カンパネルラ、用件は済んだだろう。その不快な男を連れてとっとと立ち去るがいい。了解。ほらほら博士、さっさと次に行かないと。今日中に用を済ませてラボに戻るんだろう。もちろんだとも。それではマイスター、これで失礼させてもらうよ。例の子たちも完成次第チェックをお願いするからね。くどい、とっとと失せるがいい。それじゃあまた。何をほうけている。すみません。はじめまして、クロスベル警察特務支援課の者です。ローゼンベルク工房の主、ヨルグマイスターでいらっしゃいますか。ふん、レンから多少話は聞いておるようだな。レンはリベールに去った。ここに何の用だ。いえ、近くに来たので挨拶に伺っただけなんです。その
来客中に失礼しました。招かれざる客だ。そのことは気にしておらん。だが今は特に話すことがあるわけでもあるまい。何か用件ができたら改めて訪ねてくるがいい。蓮に免じて話くらいは聞こう。古めかしいけど、何か仕掛けでもあるのかな。ああ、レンに聞いた通り、単なる人形工房じゃなさそうだ。それに、さっきの来客も気になるな。ええ、招かれざる客って言ってたけど、なんていうか、その怪しげな感じだったわね。そうですね。まあ危険そうには見えませんでしたけど。危険そうには見えないか。ここなら釣れそうだな。それ。それ。しまった。それ。ま、こんなもんかな。まずまずかな。一気に落とすよ。えいっと。行くよ。すぐ。任せて。やっ。今だ。全火力集中してください。了解。いいね。分かったわ。一気に落とすよ。みんな一気に行くぞ。ああ僕の番か。それ。
よし、えい、今だわ、みんな行くわよ。いいね、了解。イエスマン、よし、一気に行くぞ。いいぞ、先生、俺の番だな。それ、さてと、付き合い、シュート、あたしの番ですね。任せてくれ。さて、せい、なんだ、その程度かい。一気に落とすよ。はっ、俺の番だな。さてと、はい、はい、やあ、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。一気に行くよ。了解。やっやっ、まあまあだったね。ナイスファイト。みんな、一気に行くぞ。行きます。よし、目標を撃破します。それはあ、これで終わりです。行くよ。今のは任せて。手高き女神の息吹、
力となりたい。我が銃に集った。エアリアルカノン。俺の番だな。やって。よーし。は。さてと。よ。私の番ね。行きます。は？任せてくれ。やって。よし、もう大丈夫だ。
よーし、行くぞ。はい、行くぞ。俺の番だな。えっは。悪いな、先に行かせてもらうよ。せっや、えっは。やっやっは。よし、せっと。あたしの番です。そっか、私の番ね。はっ、行くよ。やっやっはっ、任せてくれ。せいでさてと、そこ私の番ですね。やれやれ。よし、はあ、行きます。さあ、行きますよ。私の番ね。はい、さてと、はあ、俺の番だな。グラッツェ。はい、はあ、僕の番だ。やっやっやっ、任せてくれ。せいでっ、まだまだいける。さてと、はっはっはっ、俺の番だな。エニグマ駆動。私の番、そこ。やっ、よし、もう大丈夫だ。結局ここまで歩いてきたか。ロエルさん、バチ君、大丈夫？ええ、心配ご無用です。僕も大丈夫だけど、支援課ってほんと水凶だね。素直に車とかバスを使えばいいのに。トレーニングにもなるし、一石二鳥でいいだろ。それにしてもエリーは本当に体力ついたよな。最初は街道を少し歩いただけで青息吐息だったのに。大
誰かさんたちのおかげで鍛えられましたから。それでどうするの？早速町長さんを訪ねてみる？ああ、そうしよう。町長の家は町に入ってまっすぐ行った突き当たりになるな。
失礼します。クロスベル警察特務支援課です。いや君たち、わざわざすまなかったね。よう、しばらくぶりだな。皆さん、ご無沙汰しています。ガンツさんの方は体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。元気そうで何よりです。それで、旧鉱山というところで魔獣が発生したとか？ああ、町の近くにある数十年前に廃校になった大昔の坑道なんだが。まあ、立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。今、お茶を入れますから。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだが、とても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは昨日だと思う。まったく、ふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると、魔獣が徘徊していたと。でもまあ、昔の坑道跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは行動そのものでね。行動そのもの？なんつうかぼーっと光ってるんだよ。壁そのものが赤紫色の光に染まっているというか。それは確かに不気味ですね。数十年前の行動となると動力灯もなかったはずだ。何が原因で光っているのか確かに気になりますね。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、連絡させていただいたの。事情は分かりました。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。早速様子を見てこよう。ええ、分かったわ。了解しました。興味深そうな事件だね。ありがとう。よろしくお願いするよ。ガンツ、皆さんのために道を開けておいてくれ。ああ、分かったぜ。そんじゃ先に行ってるから、準備が済んだら来てくれよな。よかった。本当に元気そうですね。ああ、君たちのおかげさ。ただまあ、ギャンブル好きは全然変わっていなくてね。相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思いますけど。そうだ、旧鉱山というのは町を出てすぐのところなんですよね。ええ、少し下ってから北西に登った先にあるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。
よう来たな。ええ、こちらですね。これが破壊された扉か。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが急降山の入り口だ。この光は。なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ヤバそうな魔獣もうろついているみたいだね。ああ。どうする、ロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思うけど。そうですね。捜索の手も増やせますし。いや、まずは俺たちで内部の様子を調べてみよう。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。わかったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだね。ここを調べ始めたら他を回る余裕はなくなるだろう。どうする？それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるのでここで待っていてください。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。これは確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど。それに何かしら、このよどんだ空気は。正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。えっ、ワジ君、あなたティオちゃんと同じようなことを。あの子ほどじゃないけど結構霊感はある方でね。どうする？このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。でも何かしら。この音は。いけない、皆さん下がってください。声が届いてる様子がね。とにかくみんなに知らせねえと。ガンツさん、聞こえますか？聞こえたら返事をしてください。ダメだ、完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり。
崩落する直前何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かったんだい？あ、うん、かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬？そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近ではめったに使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。多分爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ？でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど、そうか。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを。まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだな。大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。これって多分動力波が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいってマニュアルに書いてあったわ。そうなんですか。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない、こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし、下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね、遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったところか。君たちといるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。補給はできない。とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。ええ、いや了解です。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。ああ、ええ、そこ今だ。全火力集中してください。いいね。ああ
行くぞ。やるじゃない。やれやれ。俺の番だな。やっと。さてと、そこ。さてて。
くよ。扇の駆動、俺の番だな。はあ。なんだ、その程度かい。
よし。僕の番か。今だわ。
行くわよ。いいね。イエスマン。やっ、はい、でっ。上出来かしら。やるじゃない。一気に落とすよ。イエスか。分かったわ。了解。はあ、はい、はい、はい、で俺の番だな。やっと。よし、もう大丈夫だ。行くぞ。みんな一気に行くぞ。あたしの番ですね。催眠弾発射。任せて。僕の番か。はあ、た。俺の番だな。やれやれ。せせせ。さてと。隙あり。シュート。よし。おお。僕の番か。よし、そこ任せて。そこ行くよ。俺の番だな。やっと行きます。はあ、この調子で行きましょう。任せてくれ。はあ、はい。私の番ね。時の決戦は砕け散る。それ。
よし、行きます、行きますよ。やれやれ。はあ、僕の番か。エニグマ駆動、任せてくれ。エニグマ駆動、それよし、エニグマ駆動任せて。みんな頑張って。ありがとう。僕の番か。はあ、やった、えい、任せてくれ。エニグマ駆動、なんだ、その程度かい。せいか、よし、一気に行くぞ。無駄だよ。行くぞ、みんな一気に行くぞ。ああ行きます。はあ、私の番ね。やれやれ。はっはっはっ、行くぞ。私の番ですね。やあ、行くよ。やっやっ、いい夢は見られたかい。やった、行きますよ。さてと、エニグマ駆動、やれやれ。よし、みんな一気に行くぞ。ああ、それ、はっ、行くぞ。エニグマ駆動、やれやれ。エニグマ駆動、ガッ、私の番ね。行きます、エニグマ駆動。やっ、えい、俺の番だな。僕の番か。
私の番ね。なんだ、その程度かい？こうしてみると、この紫の光は植物のものみたいだな。苔にキノコが多いみたいだけど、どう考えてもただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのはどこかで聞いたことがあるわ。ゼムリアゴケという名前で薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも、聞いていた色とは全然違うのよね。別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。え？本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど、たまに七葉脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルダケって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常ということは、トラップを仕掛けた犯人とは関係なさそうだな。入り口の扉が壊されたのは昨日。一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあそうだね。でも和治君、すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で刺しつ刺されつしてる時にいろいろ教えてもらったってわけ。聞くんじゃなかった。はあ、そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ、未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。本当かよ。
一気に落とすよ。そら、行くぞ。俺の番だな。それ。グラッツェ。一気に落とすよ。よし、セット。はい。エニグマ駆動。やれやれ、エニグマ駆動。俺の番だな。よし、一気に行くぞ。いいぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。イエスだ。分かったわ。よし、上出来だ。お疲れ様。よし、一気に行くぞ。それ、よし、みんな一気に行くぞ。ああ今だ。全火力集中してください。いいね。よし、はっ。上出来かな。やるじゃない。
はあ、た任せてくれ。えい、で、あたしの番だ。わたしの番ね。やっよかった。まあ当然の結果かな。僕の番か。無駄だよ。よし、はあ、俺の番だな。全力全開、行くぞ。見えた。行くよ。俺の番だな。よし、上出来だ。やるじゃない。行くぞ。これで消える。僕の番だ。またかい。よし、やっは、よし、催眠弾発射。任せて。やれやれ。やっやっやっ。よし、えい。
私の番、そこ。よし、はっ。この調子でいきましょう。僕の相手が務まるかい？任せてくれ！よし！覚悟でいいかい？
止められない。セイカ、やっせ、任せてくれ。ステア、行きます。そっか、任せてやる。行くぞ。
よーっと。これがみんなの力ですね。どうやらこの急降山の終点みたいだな。抜け道の類は結局見つかりませんでしたね。どうしましょうか。そうだな、危険かもしれないけど、入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り他にトラップはなさそうだし。しかし解せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は何がしたかったんだい。そうね、この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし、ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。あ、うん、確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだ、いや、犯人は頑丈な扉を破壊したり爆薬を使ったトラップを仕掛けている。そういう荒事をしそうなタイプには見えなくなかったか。そうね、確かに。一体何者の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日で、支援課に連絡があったのが今日。まるで俺たちを直接狙ったようなタイミングだけど、さすがに考えすぎか。ロイド、どうしたの。大丈夫ですか。いや、とにかく一旦引き返そう。ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれないし。あれは上だ。キュッ。何、普通の魔獣じゃない。とにかくキュッ。撃破する。俺たちの全力をぶつけるぞ。分かった、任せて。目標を撃破します。デカブツだ、気抜くなよ。それ
行きますよ。さてと、エニグマ駆動。おっしゃ。集中してください。ああ、おう。はい。で、
手こずってるかい？はっ！行くぞ！これで決める！俺の番だな。あたしの番ですね。えい。サンキュー。よし、いきますよ。行くぜ！うっしゃ、いい感じだぜ。やるじゃない。消えた。今のは一体？どうやらただの魔獣じゃなかったみてえだな。ま、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして？いや、リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから。そしたらお前らがマインズに向かったって聞いてな。せっかくだから追いかけたらちょうど騒ぎになってたってわけだ。そうだったのか。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も？ああ、マインズの行員が総出で撤去してくれたぜ。それで俺だけ先行してお前らを探そうとしたら、ひょっこりこいつまで現れてここまで連れてきてくれてな。おそうか。やれやれ、相変わらずとんでもないね。ザイト、ありがとう。これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か？ガンツさん、皆さんも。おう、お疲れさん。よかった、無事だったみてえだな。おかげさまでね。急いで駆けつけてくださってありがとうございました。いや、もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか休耕山がこんなことになっていたとは。俺たちのヒージーさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて聞いたことなかったけど。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだよ。とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことを全てご説明します。いやー、ここに来る時にも思ったが、ほんといい車だよな。こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。あのな、足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないの？後輩のくせに生意気な。
すがに分が悪いわね。ダンディ先輩のモテ自慢も和治君にかかれば型なしですね。ほらノエル、同じ警備隊出身なのに白状な。すみません。そういやランディ、課長からスペアキーを借りてこの車に乗ってきたんだよな。いつの間に動力車の運転ができるようになったの？ああ、訓練の合間に一通り覚えちまったよ。お前らも暇見て覚えろよ。なかなか便利なもんだぜ。そうだな。今後のことを考えると覚えて損はないかもしれないわね。うん、僕はどちらかというと運転してもらう方がいいけどね。一体何者の仕業だったんだろうな。目的がはっきりしないのが余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方旧鉱山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの？ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。いや違うな。何か知っているの？入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、調合されて 1,2 年くらいの新しい爆薬の匂いだった。しかもかなり高性能のやつだ。そうなのか。でもよくご存知ですね。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。正規軍じゃめったに使われないが、未だに好んで使う物好きもいる。特にイエーガーあたり。まさか。それって。ま、あくまで可能性の話さ。ちなみに今火薬式の重火器が一番使われてるのはエレボニアだ。今もラインフォルト社がラインナップを残しているからだ。そうだったんですか。さすがに詳しいね。しかしエレボニアか、嫌な符号が重なるね。ああ、昨日のこともあるしな。なんだ、なんかあったのか。ええ、実は。あの遊び人、エレボニアのスパイかよ。どう考えてもただものじゃないとは思ったが。単なるスパイというより、情報将校と言うべきだろう。通商会議を前にして情報収集をしているだけかもしれないけど、どうも一緒にいた赤毛の子が気になるんだよな。あの子ね。君にとってはトラウマになったみたいだね。なんだなんだ、まさか色っぽい話かよ。その実は。話はやめましょう。まったく、イリアさんにセクハラされるリーシャさんの気持ちが分かった気がするわ。すごい説得力だな。でもいつの間にか懐に入り込まれていたし、ただの民間人じゃないのは間違いないと思う。そういえば西クロスベル街道で会った人も帝国方面から来たんですよね。あの人も赤毛だったっけ。ああ、言われてみれば。レクター大尉とあの子は赤毛でも色合いが違ったけど、考えてみればあの子と赤眼の男はそっくりな色だったかもしれない。あれ、ひょっとして。つまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけだ。もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。まいったな。そうきたかよ。
なあ、ランディ。と、こんな時に。はい、特務支援課、ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん。出張と聞いていましたが、お戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにな。エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも、何かあったんですか？ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思ってな。ルバーチャー土地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会という会社だ。クリムゾン商会？ええ、ヘイユーではないんですか？連中の裏をかくようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。どうやら帝国方面からの裏工作もあったらしいな。帝国方面から？一体どういう会社なんですか？帝都でノイエ・ブランという高級クラブを経営している会社だ。クロスベル市にもその支店が1年ほど前にオープンしている。その会社がクロスベルに本格的に進出してきたわけだ。ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、オルランドはそこにいるか。ランディですか？ええ、先ほど合流したので。クリムゾン商会については奴から話を聞くといい。また夜にでも連絡する。あ、どうしたの？何やら気なくさそうな話をしてたみたいだけど。なるほどな、ルバーチェの跡地を狙ったか。ノエル、町に着いたら歓楽街に寄ってくれねえか。裏通りの手前まで頼む。それは構いませんけど。ランディ、クリムゾン商会っていうのはどういう会社なんだ？ああ、高級クラブノイエブランを経営する帝国籍の会社。しかしその実態は両兵団赤い星座が持っている資金調達用のダミー会社だ。用事も済んだし、そろそろ帰るとしようかな。おっと、その前に旧鉱山とやらに寄っておくか。せいぜい気をつけて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まったよ。こちらの方は私と七中が担当することになりそうだ。へえ、あの人が来るのか。ま、今回はいろいろと面倒な連中も動きそうだし、いい判断かもしれないね。そういうことさ。それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。低レベルのネットワーク環境でどこまで進化を発揮できるか興味があるからね。はいはい、暇な時にまとめておくよ。それでは大いなるマスターのために。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、お約束と行かせてもらおうかな。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。
ランディ！追いかけましょう。